私に勝てると思ってるの？キアナのターン。目標アサクシステム警告強敵出現無条件射殺とか確認発送装備敵全員沈黙これより帰還わらわに任務か？ドローネ作戦中、うん、ロッド&ローネットがパンハッ目標捕捉えハッハッハッ私を怒らせると危ないよグングニールファイヤー目標捕捉目標捕捉本気で私何このボロボロなやつハーフやるでは簡単な任務じゃなハッハッ目標捕捉エイヤホグングニールファイヤーこのボロボロなやつこの一撃で勝負を決めよね、黄泉への道準備してやったぞグングニールファイヤー封印解除はぁ消えよはぁはぁはぁ機器準備完了タバニーチャームモードに行こう。で、話
話は戻るけど、テレサってそのエスキューバルキリーと仲がいいの？そこまで親しくはないよ。彼女が A 級バルキリーになりたての頃、私の指揮官に会っただけ。それって親密な上司と部下の関係じゃないの？そこまで親密じゃないね。その言い方からして以前に何かあったの？大した問題じゃないの。前に話したでしょ、あの S 級バルキリーは変態レベルの真面目だって。うん、その真面目さゆえに私は息が詰まる思いだったの。彼女からすれば上司は軽々しく喋ったらダメだし、昼夜問わずに仕事に専念しなきゃダメだって。私がちょっと休んだだけで半日ほど説教されたよ。うわ、聞いただけでも恐ろしい。私の上司が姫子のようないい加減な人で助かったよ。もしもし、今通信中なんだけど。でもその後やっと彼女に煩わされずに済む方法を見つけたのよ。方法？どんな？それは私個人の秘密よ。キーワードはローランド。彼女がうるさい時にはこの言葉さえ口にすれば静かになってくれるよ。執行命令なし。ブローニャ、警戒モードに移行。私を怒らせる。危ないよ。本気で私に勝てると思ってるの？
ファイア。私を怒らせる。危ない。グングニールファイア。やる。何？このボロボロなやつ。本気で私に勝てると思ってるの？モードに行こう。ホームキックを食らいたいのかしら。
お腹は痛くないわよ。